皆さんこんにちは、安見理恵です。 JAF みんなのエコ川柳、この動画は多くの人に川柳の楽しさを知っていただければと思い、川柳を作るヒントを紹介していく内容です。今回第1話は基礎編、一緒に手伝ってくれるのは川柳吾、中学2年生。妹の奈々、小4です。2人ともよろしくね。はい。川柳はコツさえ覚えれば誰でも簡単に作ることができます。さて、吾くんと奈々ちゃん、そもそも川柳って何だか分かりますか？聞いたことはあるけど、何って言われるとちょっと。はいはい、私知ってる。風強く干した布団が吹っ飛んだでしょ。ちょっと残念ですね。それは川柳とは言えませんね。どうして？例えば私がこんな一句を読みました。咲いてまた会いたい人の名を思い。これは花が咲くたびにそれを一緒に見た相手のことを思い出したりしますよね。そんな気持ちを川柳に読んでみたんです。こんな風に川柳は身近にあった出来事や自分の気持ちを五七五の合計17音で読むものなんです。五七五って俳句だと思って。そう、俳句と一緒ですよね。でも俳句は季語というものが必要なんだけど、川柳にはそのルールがないからもっと自由に気軽に作れるの。へえ。ところで吾くん、今日は一日何をしてたのかな？今日？朝起きて学校に行ったけど。じゃあ学校でのことを何か川柳にしてみてくれますか？できた。教室のいらない紙はリサイクル。そっか、紙とか無駄にするともったいないもんね。学校やお家でこんなことがあったよとか、友達や家族がこんなことをしていたよなんて、毎日の暮らしの中での自分が見たこと思ったことを素直な気持ちで読むことができる、それが川柳の重要なポイントなんですよね。これまで川柳とは何か、そしてテーマの探し方について説明してきましたね。どう？2人とも川柳を作ってみたくなりましたか？うん、なんだか面白そう。実は川柳には守らなければいけないルールがあるんです。それが五七五の数え方。二人とも次の川柳で何か気づくところはありますか？空か未来で僕らが実用化。あれ、なんか多いぞ。そうですよね。整えると僕たちで空かを実用化ってなるんです。実は川柳では音の数え方にルールがあるのよね。まずソーラーカーのように伸ばす音、これは1音で数えますから6音になるんですよね。じゃあこちらはどうですか？トラック、こっちは少なくないかな。そうね、整えるとトラックは急ぐと黒いおならするってなりますね。へー。例えばトラックのような小さいつなんですが、これは1音で数えるんです。だからトラック
で、4音が正解なんですよ。じゃあ、自動車だったら自動車やで、5音でいいのかな。残念、小さいヤギヨは数えないの。だから、自動車なら4音と数えるのが正解なんです。ルールを守って五七五のリズムに合う言葉を選ぶ、これが川柳の腕の見せ所になります。今回はさらに自分らしい作品を作るコツをご紹介します。わーい、お兄ちゃんには負けないぞ。ふん、俺に勝てるかな。例えば笑うっていう言葉でもいろいろな言い方がありますよね。俺もやっぱりゲラゲラ笑うかな。私はニコニコだよ。いたずらをしたらにやりと笑うとか、お友達と顔を見合わせて微笑むっていうように、笑うといっても言い方は様々にありますね。川柳はたくさんある言葉の中からその気持ちや場面の楽しさがうまく伝わる言葉を選ぶことが大切なポイントなんです。これから読む川柳は水をテーマに読んだ作品です。空欄に当てはまる言葉を選んでみてね。なんだろう、全然わかんない。じゃあヒントは、蛇口がきちんと閉まっていない時の音です。みんなもわかりましたか。じゃあ元の句を見てみましょう。ポトポトという音を表す言葉を使うことで、その時の様子や止めに行かなくちゃっていうような作者の気持ちが五七五の中によく表れている一句ですよね。ただビシャビシャでもザブザブでも間違いじゃなさそうよね。確かにビシャビシャやザブザブよりもポトポトの方が蛇口が閉まってない感じがあるよな。自分が見たことや思ったことが読んだ人にきちんと伝えられるとさらにいいですよね。ななちゃん、例えば学校をテーマに一句読んでみてください。できた。学校でケーキが出たら嬉しいな。五七五に合わせて上手に読んでいるけれど、実はしっかり落とし穴にはまっているんですよ。どういうこと？それがこれ、学校という言葉。だってテーマは学校だろ。ななちゃんが読んでくれた句も、給食でケーキが出たら嬉しいなと具体的にすると、もっとその時の気持ちが伝わりますよね。本当だ、すごい。より具体的な言葉を使った方が気持ちが伝わりやすくなるんですよ。いよいよ今回は実践編です。ゴー君、ナナちゃん、準備はいいですか。もちろん任せて。今回は JAF エコ川柳にご応募いただいた川柳を題材に、クイズ形式で問題を出していきます。これからエコをテーマにした川柳が登場しますよ。空欄に当てはまる言葉を考えてみてくださいね。車の中に抜ける？
なんだろう。元の句はこちらです。山風の抜ける車内で深呼吸。基礎編で説明した川柳のルール、奈々ちゃん覚えてますか？もちろん。五七五の数え方だよね。じゃあ応用編で説明した川柳の言葉選びのことを思い出して。テーマはエコだけど、ゴーくんどんな言葉が思いつきますか？エコバッグ、エコカー、あと電気はこまめに消す、これもエコ。そう、テーマは一言にエコと言ってもエコバッグやエコカーなどエコにまつわるものから学校やお家でしているエコ活動まで具体的な言葉はたくさんありますよね。これからエコをテーマに実際に川柳を読んでもらいますよ。自分らしいエコの一句をぜひ読んでみてね。できた！それじゃあまずゴーくんから読んでみてください。ドライブは昔スピード、今燃費。なるほど。じゃあ続いて奈々ちゃん。生き物はみんなしているリサイクル。2人とも五七五のルールを守ってしっかりと気持ちが表現されてますね。やったー。皆さんはどんな川柳を読みましたか？川柳は決して難しいものではありません。これからも毎日の暮らしの中で自分が見たことや伝えたいこと、感じたことをどんどん川柳にしてみてください。